まあ、ただこうやって言われそうですけど、そんなことやってるか、お前イベント、お前イベント、まだ、まだ E4 で苦戦中ですけど、何かっていうね、もうちょっとで終わっちゃいますからね、本当は、今週中にね、ちょっと終わらせやなあかんねんけど、こんなことやってますからね、よし、とりあえず攻めていきましょう。違う、道を確認してないといけないですよね。道自体は外してないはずですよ。今なんか、ああ道自体はね、間違えてないんですけどね、いかんせん遠いですね。こっからまだまだ1時間以上はかかるのかな。もう7時半ですけどね。あ、遠いな。あれ伊勢に快活クラブありましたっけ。最寄りの快活クラブを調べればね。はい、もうよし。そうですね、やっぱ伊勢まで行かんとないよな。ん、店舗改装に伴い8月13日までお休みします。嘘だろ嘘だろ待って、伊勢がないと次どこだ。まさか嘘、営業してねえ。でまさかはそうだよな。あれがないですよね、鍵付き棒を起こしてないですよね。あー、うわっ、うわっ、うわお、うん、ってことは鍵付き棒を起こしがあるところ、一番近いのか、雲津津市の。でもうすでに混雑気味になってますしね。うわっ、これはまずいぞ。いや、完全に伊勢のね、快活クラブでとりあえず一泊してこうかなっていう腹積もりでいましたんでね。なんかあったっけな、あと24時間営業のカラオケ屋さんもないしね、あの辺り。とりあえず走らずしかねえか。